戦した方がいいよ。あらあらびっくりした。なにあらあらエルママやだ、はじめまして。びっくりした。エルママですよね。わお、ヒデママもいる。びっくり。あ、トトロさん、男性の方のトトロさんですね。あらママど、あ、福山からですよね、多分ね。あら素敵ねえ。全国放送、うん、あ、全国一緒にこの間なんか軍曹が言ったみたいな。そうですね、はい、ねえ、エルママです。噂の ママ個性的な頭で。あ、本当ですか。ちょっと私たちちょっとダッシュで準備してくるね。あそこでちょっと寝てた。あ、本当偶然ねえ。ママもママ1時間半ぐらいで着いたの。もう夜寝れなくてね、飲まなかったから、うん、今日は飲みましょう。いやー言ってた、怖い、目が怖いわ。二丁目みたいなとこないと思うんで。ないよね、ないよね。じゃあまた後で合流ということで。目が笑ってないの。ごめんなさい、ちょっと準備してきちゃいますね。すいません。よーし。目が笑ってない。照明ね、照明。ちょっと開けてみて。いただきます。すごい豪華。何の匂いなの。え、匂い、私の匂い、俺何も無臭だよ。私の足そうでしょ。なんだろうこれ。あかんわ。何の匂いこれ。これかな。あ、これだ。これで、ね、の匂いだね。いただきます。はい。わ、すごいね。え、めっちゃうまそう。これなんかおにぎり乗って唐揚げでキャベツも入ってるし。どうぞ。熱く食べな。
じゃあいただきます。誰食べるんでしょう。食べる1人1個でいいんじゃない。 その量だっていけそうじゃない。いける。うん、よし、準備完了。私も食べよう。手かければよかったね、足を。こっちの唐揚げサクサクなんだね、うん、うまい。大きい大きい。あ、ぼちぼちカラオケカーに向かう。お待ちしてます。どうだね、出待ち情報はどうかしら。今日はでもね、配信外で新幹線でやっと着きたんでね。3名ぐらい、3名ぐらいね。ちょっと楽しみよ今日は。出待ち出待ち。出待ちすごいよ、出待ち毎回。あ、顔のスプレー忘れてた、ちょっと待って。あ、これ同じだった。これ向けたし今。もう聞いてない、わざとじゃないよ。ごめんね。臭い臭い、わかんない俺。臭い臭い臭いと、めっちゃ臭い。やばいね、これ何食ったの。外食ばっかするとね、マックかな。マック食べたばっか、夜中にマック食べてる。夜中お店の帰りにみんなでマック行ってね。いいのこれ、びしょびしょでいいの。これ触っちゃダメなの。これでピシャッと。美味しいね、うん、なんかザ・お弁当って感じるね、これ、うん、まだね、うん、お弁当、やばい。中身何なんだろうね、これ分かんないよね。梅梅梅か、こっちは梅、うん、梅だ。こっちはもう一個は多分違う種類なんだろうね、うん、まあ食べてない。あちこん、奈々ちゃんに切れたこと、今日新幹線でちょっと切れそうだったよな。あれ、お弁当の時切れた。ちょっとリラックスされたんですけど、あちこんがサンドイッチとね、東海道新幹線弁当っていうの買ってきてくれたの。ね、私が食べないとさ、ちょっとイラッとした顔してたよね。怒んないよ、そんなんで。でもあちこんはサンドイッチだからいいけど、私弁当に弁当とかね、今日ね。お腹空いてるから。弁当2個目だよ、今日。食べないと逃げ悪くなるじゃん。絶対にね、なんで、うん、だから弁当弁当だから見てて思うから。余裕でしょ、食べれるし、うん、お腹空いて怒るのは糖尿の一歩手前なの。やばいそれ。そんなんないでしょ。確かに4年前ぐらいから切り始めたな、私お腹空いて。4年前、そんな前に、昔からそうだったのか、ちっちゃい頃から覚えてないの。で、昔はあんまり食べなかったからね、ほんとね。おにぎり一つとか、そんな大盛りとか食べれなかったの。これもう充電してないの。あ、しといて。それで、リアカレーで、これは、あ、これはこれ。この子は私の感謝の方。こうだ。あ、ちょっと今。触り方。触り方。やらしい。感謝の。ダメ。お尻触らしてよ。ダメ。原価つぎだよ。ちょっと待って、お弁当出る。お弁当出る。お弁当出る。ちょっとムラムラしてきちゃった。放送機一発やる。そっちの方がすっきりしていいんだな。生きがいるんだ。いや、整えに行きますもん。だらんこれ。なんかちょっと辛味が立ち食べっぽいよね。うん、ちょっとなんか味もちょっと薄めだから多分塩がついてるんだと思う。固まってる。多分これ塩かけたら美味しいよ、これ。さらに。味変でね。衣のせたらあんま味ついてないもんね、これね。うん。あっさり。あ、ほら。うん。美味しい。あ、こっちは昆布おにぎりだな。詰まるわ。必ず詰まるわ。ちょっと意外と恥ずかしがりだから、そう話すんだ。恥ずかしいよ。うん。恥ずかしくない、みんな男女ってなると恥ずかしくない。私の方が好きなんでしょ。だ、恥ずかしいんだよ、そういうの。ハチ君に、私のどこが好きって聞くとね、優しいとこ、綺麗なとこ、世界に一人しかいないとこ、あと声っていうのね、
でも配信会では意外とそういうこと言わないよ。逆だよ。何が100万？またそういう暴露言わないで。配信会って何なの？配信会だと逆って感じ。だから、今俺こういう感じだけど、ピッターとかもう反対なの。どういうこと？俺の反応したら、結構しれっとするじゃん。俺が言っても本当に、やめてみたいな感じ。まあそんなもんでしょ。そんなもんですもん。切った時ちょっと真似してみたよ。配信会があるから。ちょっと。なんで？また？だから、って来たよ。また？うん、嘘でしょ？だから、それは覚えてんだよ。俺も寝てるから声だけ聞こえた。また叫んでたの？そして私一人の時でも言うのかな？わかんない。俺の時は言ってたけど。自分一人の時は今度なんか、あれ撮っとこうかな。怖いわ。ボイスレコーダーで。なんかね、夢、配信の夢を見てたんでね、誰か、誰、ど、なんだっけな、配信者とどっか、キャンプかなんかに行ってる夢だったんですかね。怖い。いきなりさ、寝てるときそれされたらびっくりする、これ。それさ、ジョークでしょ？いや、ほんとだよ。あばいさん。軽くなんか言ってる。どんぐらいのトーンで言ってんの、それ、わーって。さっきは大げさだけど。んでもこれはやってたよ。また揺れてたの、揺れてた。前も揺れてなんかねベッドの端っこに立ってたみたいな。でもハチ子は怖い。もう慣れた。慣れた。いや普通怖くないよそんな。でベッドの横に立ってたら怖いでしょ。突き飛ばされたけど最初ね。突き飛ばされた。誰って言われて。いきなり横斜め横に立ってさ。ハチ子なんてか俺だよみたいな。家から戻って言われた。待って。今ない時は多分誰かに本当に襲われたかと思ったんだよ。そうするから、突き飛ばせないもんね。ごちそうさまでーす。パチンコ。前髪が。あいうえお。かきくけこ。ああ。